はい、皆さんこんばんは、マッスンでございます。今日はですね、中研ぎが、ボディの中研ぎが終わりまして、水洗いをして乾燥をしっかりかけましたんで、この上から仕上げのクリアを拭いていこうと思います。で、拭く前には必ず除電ブラシを使って表面のホコリを払っておきます。毎度多分お伝えしていると思うんですけど、この除電ブラシもホコリを払う効果と、あとその塗装時ですね、塗っている最中、要はホコリをつけたくない時のホコリを寄せつける原因である静電気までをこう除去するという効果があると書かれてまして、まあ、やるようにしているんですけども、まあ、つく時はつきます。もうこれ仕方がないですね。家の中で塗ってるんで、ホコリはどうしてもこうバーッと回ってますんで、こう塗ってる最中にこう目に見えるホコリがシューッとこう吸い寄せられてくっつくシーンも何回も見てますんで、もうつくときはつくんですけど、まあ、やらない方が、やる方がマシかなというぐらいな感じで、あんまりこう神経質にならずに、ホコリがついたら完全に終わりというわけじゃなくて、気づいた時点で塗装をやめて乾燥を待てば、ペーパーで軽く引っかくだけで綺麗に除去ができますし、またあとこういう、いろんな今回模様があるボディなんで、まあホコリが入ってもそんなに目立つもんでもないんで、まあ、あんまり神経質にならずにここはできるだけつけないようにするぐらいで、絶対についちゃダメだみたいな感じで思わずにですね、割と楽観視して今回はやってたらいいのかなというふうに思います。真っ白なボディで、模様がない、デカールもないみたいな状態だとホコリかなり目立つんですけど、そうでもない限りは大丈夫かなというふうに思いますとか言いながら結構念入りにはやるんですけどね。はい、で使うのはこれですね、いつものガイアさんの EX クリア3番、これをレベリング数名機で溶いたものですね。これを使っていきます。で、使うエアブラシはタミヤのスパーマックスエアブラシの、口径 0.5 ミリタイプの口径です。私クリア用これ1本専用にしてます。1本でも全然全部の塗料をちゃんと洗ってということで使えるんですけど、昔シルバー塗った後にフェラーリの赤のクリアを塗るときに、赤の後のクリアを塗るときにシルバーがちょっと残ってたみたいで、ラメラメの赤になってしまって、そこからエアブラシはちゃんと分けるようにしようっていうのを心に誓った、それから分けるようにしてます。クリア用ということで、クリア以外は絶対に拭かないということで、これをクリア用に一本避けてます。はい、で圧力大体、100kPa、 100kPa ぐらい、 0.1mPa、 0.1MPa か 100kPa、1バール、1bar、 この辺呼び方違うんですけど、ほとんど同じ値、ほとんどというかも同じ値ですかね。呼び方が違うだけ、単位が違うだけで同じ圧力なんですけど、大体このぐらいで私はいつも吹いています。でご質問いただいてたんですけども、ここエアブラシにはネジがついてて、これを時計回しに回していくとこのネジが沈んでいって、このレバーが下がらなくなるんですけども、これどういう風に調整して使ってますかということで言われるんですかね。私これごめんなさい、ガサツなんで常に全開です。吹き加減はこのレバーの引き具合で調整ができるんで、まあ、常に全開ですね。でボディとかをドサッと塗るときは基本的には、まあ、8分ぐらいですかね。全開の時もあるか、なんかこの状態見ながらっていうのも、感覚もなんかやってればつかめると思うんですけど、私は基本これはもう使ってません。ウォータードロップ塗装と、あとレース塗装の時に若干使った、この影拭きの時に使ったかな、影拭きの時に軽くは使いましたけど、もうほとんど触ることがない状態ですね。はい、じゃあということで、すいません前置き長くなってますけど、塗っていこうと思います。はい、暗い間にホコリが積もってたら嫌なんで、もう一回軽くだけ除電ブラシかけておきましょうか。はい、じゃあ塗っていきます。で机もね、片付けながら作業された方が、様々なトラブル防げますんでね、なんか邪魔なものがあって倒すとバタバタしますし、こぼしたり倒したりするとバタバタするし、なんか塗料の瓶倒しちゃって他の部品に塗料つけちゃうとか、そういうリスクもありますんで、
できるだけ机は片付けながら作業されるといいと思います。はい、じゃあやっていきます。今回も研ぎについてはこの塗りっぱなしの状態からコンパウンドをかけて終わりにしようと思ってますので、まあ、このできるだけこの今塗ってる面をきれいに仕上げておくとそれが叶うと。塗料は途中でなくなりましたね。今こんな感じです。かなりきれいに光沢出てますけどね。でレベリングシンナーを入れてますんで、私の場合はなんですけど、ここで乾燥機のスイッチは入れずに自然乾燥をしっかりゆっくりとさせていきます。そうすることで霧がボディにべちゃっとついて、その凹凸がですね、きれいに乾燥時間が長いことによってシューッと馴染んでいくというふうなイメージを持ってますんで、はい、なんで乾燥機でスイッチオンにしてしまうと乾燥確かに早いかもわからないですけど、塗装面が荒れてしまう方向にあるということなので、乾燥機のスイッチは入れずにホコリよけの機能だけということで、乾燥機の蓋だけ閉めてですね、スイッチのオンはせずに乾燥させていくということでやっていきます。ちょっとトランクのところが塗料足りなかったですね。よく垂れる寸前とかよく言うんですけど、垂れないとわからないと僕ずっと思ってたんですけど、ね、具体的にはどこを塗ってもザラッと表面がならない状態のことを、まあ、そういうふうなことで呼ぶことがあるよということで教えてもらってから、それを心がけるようにしてます。はい、こんな感じですかね。中研ぎもね、しっかり気合い入れて行ったんで、今の状態で非常に綺麗にクリアが乗ってる、こんな感じですね。綺麗に反射していると思います。ただここからクリアの中の溶剤成分が揮発していきます。蒸発をしていくので、クリアの中からクリアの体積が減っていくんで、こうピシッと綺麗にはこういうツヤツヤの状態で乾燥はしないんで、その後にできたわずかな凹凸をコンパウンドとかそういったものを使って、まあ、整えていくというようなイメージになります。はい、じゃあこのまま乾燥を待ってですね、このまま乾燥を待って、で乾燥したらコンパウンドの作業に入っていくということにしようと思います。じゃあどうしようかな、ボンネットだけ塗っておきましょうか。乾燥機はちょっと蓋を閉めてホコリを避けておきます。でボンネットも同じように塗っていきます。ネットで今こんな感じです。ペーパーが均一に当たってるんで、もうちょっとねこういう角のところも怖いんで、もう放置してます。このままいきます。あんまりここ攻めすぎると角が下地が出ちゃったらもう嫌なんで、角っこはもうほどほどに、こういう目がいく広い面をしっかり中研ぎしておけば OK かなというふうに思ってます。こんな感じでしっかり光沢が出てるのが分かると思います。ただ塗りたてはこうでも乾燥時はこうならないということで、まあ、この細かいこの後できる細かい凹凸をコンパウンドを使って落としていくということになります。
なんで一旦はもうやることないんで、このまましっかり乾燥を、そうですね、最低 2,3 日は置いておく必要あると思うんですけど、そのぐらい置いた後にコンパウンドかけをスタートしようと思います。はい、ということで、屋根も残ってますので、屋根をねこれからカメラ止めて塗っていこうと思いますが、今回の動画は以上となります。今回の見せ場というか、その見せる箇所としては、もうボディの塗装を今回メインにやってきましたんで、このエルドラドにつきましてはもう ほとんどやること終わってます。あとはもう下回り、足回りとかですね、足回り内装をもうテキパキと組んでいって、最終ボディを磨いて、完成ということにしていきたいと思いますので、一旦今回のメインディッシュとしてはですね、おしまいということになります。内装の組み立てとかですね、細かいところの部品の塗装とかについても動画にもしてきたらご紹介していこうと思いますので、次回以降もぜひ見ていただけたらと思います。今回の動画は以上となります。チャンネル登録いただけてない方おられましたら、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。またコメント高評価もいただけますと今後の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、私が使ってます工具機材消耗品、動画の概要欄にリンクを貼っておこうと思いますので、気になる方おられましたらそちらからご確認ご購入をよろしくお願いいたします。はい、それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。さよなら。皆様にお知らせがございます。2022年の1月8日9日に浜松市にある浜松老生会館という静岡県の施設をお借りしまして、第2回のマスンチャンネルの展示会を開催をさせていただきます。私のキットももちろんですし、メンバーさんのキット、それからゲストとしてですね、ジュンさんの模型さんにもお越しいただきましてですね、たくさんのキットを飾っていただけるということになっています。で、また一般の方向けの展示ブース、持ち込み展示ブースを設けようと思ってます。いつお越しいただいて展示いただいても、いつ撤収いただいても結構です。費用もいただく予定ございませんので、たくさんの方にですね来ていただきまして、展示をいただけましたらと思っております。よろしくお願いいたします。動画の概要欄とですね、この辺にリンクを貼っておこうと思いますので、概要のねリンクを貼っておこうと思いますので、またそちら詳細ご確認いただいて、ご参加よろしくお願いいたします。